チッス、誰も知らない狩人こと、イカレタコスケです。最近もうアイスボーンがね、近くてね、まあ、ちょっとアイスボーン以外のことを考えられない、そういった状態でして、普段見ないインタビュー記事なんかをね、見漁ってたり、他の皆さんの、ね、視聴者さんからいただくコメントの中に気になるものがあったら、それを調べてたりするんですけども、その中にもね、それで、またインタビュー記事を見てたら、まあ、運営さんは基本的に、含みのある言い方をする。ということで、ちょっと気になる部分を、つついていこうかなと思います。例えばですね、スキルについてのお話。ベータテストで攻めの修正などの新スキルを確認できましたが、他にも新スキルは登場しますかという質問に対して、これは増えますと。まあもう増えてますからね。これは当然増えるでしょう。そして既存スキルのレベル上限解放や完全新規スキルも用意しています。既存スキルのレベル上限も解放されるんですね。すべてではありませんが、これまで効果が抑え気味だったものに関しては上限を解放します。装備が増えていくので、どうしてもスキルの幅はもう一度再設計しないといけません。ということで、まあ、行き過ぎてるスキルに関しては、この遊び心といったところで調整していくと、多分まあ、渾身とか弱点特攻とか、弱点特攻とか分かりやすいですよね。簡単にというかまあ、もう上手い人にとっては、弱点に対して 50% 回心率がドンと上がるスキルだったけど、これからは V 破壊をしないと、そこに効果が乗らないみたいなね。そういった調整がなされました。でも他に抑え気味だったスキル。いや、どっちかっていうと、無属性強化とか、行き過ぎてるスキルの調整はされてましたけど、見ましたけども、渾身とかね。でも、抑えられてるスキルって何ですかね？ってことはそこちょっとチェックしておかないと、装飾玉が足りなくなる可能性がある。いや、でもないよ。ない。上限上げなきゃいけないようなやつ、なくない？なくない？これ、ないんじゃないの？ある？逆境術とか強化しないだろ。特殊術だって 1.2 倍ってすごい高いし、これちょっとコメント欄に、いや、これ足りないっすよみたいなのあったら書いていただきたいな。個人的にちょっとだけ気になったのが、回避術。回避。5段階あるでしょ。あれ結構重いんで、あれ軽減されるんじゃないかっていうのと、これだけかな。一番凄そうで使われてなかった、あ、今ちょっと弾が出てこない。全怪獣。一定時間を経つか、一定のダメージを受けることによって、スタミナ 50% と回心率 50% の効果が出るっていう、主に、なんだっけ、あいつ、テオテスカドルについてるスキルなんですけど、これがちょっと割と使い勝手が、まあ難しいところ、スキルの凄さからするとね。なんで、これがまあ、ワンチャン 100% まで行く？会心 100% の、スタミナ使用率無限みたいな状態に持っていく可能性はあるかなっていう、それぐらいかな。あと、ちょっとこれはコメント欄の方にお任せしますわ。長身だってさ、まあ、上がり幅少ないですけど、トータルで見れば 1.15 倍なんで、ないよね。そんな、すごい弱い。短縮だってこれさ、ゲージ上昇率 20%、ため時間 15% 短縮だけど、これもっと短くしちゃうと、とんでもないことになりますよね。抑え気味にはなってないもんね。あ、まあ、逆上ですかね。逆上系か。確かにこれは、上限を解放するというか、まあ、リスクに対して、まあ、そんなに性能がね、って感じですね。確か、火事場は弱体化させられてたような気がするんで、これぐらいかな、ここに引っかかる部分はね。というわけで、そんな感じの話をね、もう1、2個していこうと思います。ジンオーガとラギアクルスについて、まあ最近の予告等と PV のラインナップを見てると、これまでのシリーズの看板モンスターが登場しているように感じますと。でもそこに対して、ラギアクルスは、出ないと言い張っているんで、全部が出るわけではないです。かっこ笑い。はい。そして、
タイトルの看板を背負っているモンスターは人気もあるし個性も強いので、モンスターハンターの歴史を一番感じてもらいやすい。ま、これはね、海外向けであったり、新規さん向けであったりということでね、ワールドのね、一つ目標なのではっていう話はね、昔からされていましたね。なので、モンスターハンターワールドという土台にそれらのモンスターを登場させてシリーズが積み上がってきたものを感じてもらいたいという意図はあります。これは余談なんですが、モンスターハンターの避けるグミが発売されたじゃないですか。そのパッケージにジンオーガがいたので、アイスボーンに出るんじゃないかと話題になっていて、面白いなと思った記憶があります。新作の発売直前でシリーズのグッズが出るたびにこいつが出るんじゃないかっていうのは結構言われていますね。が、しかしまあその後の話であると、15周年展開と、まあアイスボーンは、ちょっと、近いとは言い難いけどといったところですかね。ややこしいですよと話をしております。この言い方よ。この間とさ、もうラギアクルス絶対出ないって言ってるように感じるじゃないですか。でもね、この言い方よ。もうこれこう言うとお前しつこいよって思われるかもしれないですけど、ラギアクルスは出ないと言い張っているんで、全部が出るわけではないです。これラギアクルスは出ないとは言ってないんですよね。なぜかっていうと、やっぱり情報規制というものがありまして、まあ、ポロリなんかもよく言われてますけども、あれだって本来用意されてるものですよね。これ本当にポロリしちゃったら、本当の意味でね、言っちゃいけないやつポロリしちゃったら大問題なわけですよ。最近だとネタバレを、まあアイスボーンの情報を出しすぎて、なくなっちゃうんじゃないかと。もうアイスボーンが始まった時点では全部表に出てる状態で、アイスボーンが発売されてしまうんじゃないかって心配される声をよく聞きます。こういったことに対して、ラギアクルスは出ないと言い張っているんで全部が出るわけではないですという言葉遣い。こう、ラギアクルスは出ないとは言い張ってるんで全部が出るわけではない。ラギアクルスは絶対に出ませんじゃない。ラギアクルスは出ないと言い張ってるんで、全部のモンスターが出るわけではないです。これ何とでも取れるよね。まあ私の方がへりくつに聞こえるかもしれませんけども、これだから何とでも取れるんですよ。発売当初は出ない。ラギアクルスは出ないよって私が言ってるから、それは他のモンスターにも当てはまる話だよ。と何とでもね、取りようがあるわけです。そして、それとは別に、そこで、その話は終わりのはずなんですけども、まあね、ちょっとグミの話からジンオーガの話に来ています。これに関しては、ラギアクルスよりもっと怪しいですね。パッケージに、グミのパッケージにジンオーガがいたのでアイスボーンに出るんじゃないかと話題になっていて、面白いなと思った記憶があります。この面白いは気になりますよね。いや、みんなの、その目の付けどころが良くて面白いななのか、ジンオーが出ないのにね、面白いな、なのか。まあ、後半だったらだいぶちょっとね、嫌味な感じがしますけども。これちょっと余談なんですけども、前回とうとうの動画で出てたメディア選考会のタチのね、タチの、鉱石系派生の部分に、まあ、素材が虫系を使うので、ここ、なんだっけ、極大大雷光虫みたいなね、ジンオーガの素材なんじゃないかと言われていましたけども、ダブルクロスとかのね、素材を見てみるとね、どうもあれはやっぱり鬼人残破刀な気がしてなりません。なんでジンオーガも、やはり一つ伏せられてる部分なのか、後々盛り上げるために、一回発売した後のアップデートも続けるという話は出てますんで、そこで追加モンスターとして出るように用意されてるのかわかりませんけども、まだ情報が規制されてるんじゃないかなと。その前回の動画の中、前回の動画の話で申し訳ないけど、前回の動画の中で立ち派生の表の中に、ゼノジーバの武器もあったんですけども、ゼノジーバの武器は、他の武器は全部、ほとんど全部、そこに出てないイビルジョーとかナナテスカトリとかの立ちはそもそも派生というかもう元の派生自体も出てなかったんですけども、ゼノジーバだけは、今のモンスターハンターワールドと同じ派生が乗っているのに関わらず、強化先が乗ってないんですよ。これ、もう完全に、新しいモンスターでも絶対に内緒にしていなければいけないモンスターがいるってことの証明なんですよね。まあ、それがね、この二つに対して私がね、ちょっと噛みついてしまった、まあ、
部分ではありますね。ここに書いてありますね、最後に。現段階では PV 第3弾までが公開されていますが、他にどんなモンスターが登場するのか気になっている方も多いと思います。まだ発表していないモンスターの情報や、まだ発表してないモンスターいっぱいいるんでしょうね。発売までに出せる情報はしっかり出していくので注目してください。ここね、ちょっとだけ気になるのはね、その太刀の武器の派生表にね、ティティアックとかのね、アシュっぽい分岐はもうあったんだよね。それをもうすでに出している情報とするのか否かちょっとわかりませんけども。まだ情報はたくさん残っているみたいなので、情報が全部できてしまってるんではないかと心配している皆さんは、ここご安心よといったところ。そして、タイトルにもあるマム武器に関してのコメント、短いですけども、確実なものと、言えるのではないかなというんですけども、水属性のお話からね、マムタロトのお話に派生しております。水武器が少ないよねというお話から。そこからですね、武器関係でもう一つ気になるんですけど、今はプレイヤーの方がマムタロトを狩猟して鑑定武器を集めたりしていると思うのですが、既存武器のフォローは考えていますか?に対して、モンスターハンターワールドをやり込んでくれている方々の時間を無駄にしたくないと開発も思っていますので、何かしらのフォローはしていきたいと思います。そしてこれはよく私のコメントの方にも来ますが、ボックスの容量も増えるんで、取っておいてください。で、これだけ聞くと、マムタロトの武器がどういう風にフォローされるかはまだわかりませんけども、何かしらあるってことはね、わかるんですが、ボックスの容量も増えるんで取っておいてくださいってことは、テーレアのマム武器も使うってこと?っていう話なんですよ。って考えると、武器、どこまでね、使えるかって言われると、最低レア以外はそこそこ使えるんで、すべてにおいて強化が入るのかって言われると、ちょっと怪しいところなんですよね。これボックスの容量も増えるんでって書いてあるんで、もしかしたら単純に、武器コレクト系の何かが、集めましたよっていう何かが入るのか、それとも、次回の、アイスボーンで、いらないマム武器を、燃料に、何か新しい武器を生産できるとか、これ、ホローって書いてあるんで、一番妥当なところとしては、一番てっぺんの、強武器、抗菌系を、微強化。マスターランクでちょっとだけ使える程度に微強化する序盤の武器程度にっていうのが分かりやすいんですけど、そうすると、アイスボーン、例えばそれがアイスボーン発売後でしばらく経った後だとしても、ちょっと不明瞭ではあるよね。普通にアイスボーンを進めてればそこそこ強い武器が手に入るわけですから、今更、もし後から入ってきた人たちが先にマムタロトをやってその武器を集めるっていうのはちょっとメリットとして考えにくい。そう考えると武器以外としての使い道が多くなりそうな予感がしますが、あえてまたマムタロトを回すってことはやっぱりマムタロト武器を燃料にして何かをみたいな、もしくは武器強化の素材にはなんないだろうな。ちょっとわかりませんけど、ただ確実に言えることは、ボックスの容量が増えるから、武器取っといてくださいと。辻元さんが言ってます。どこまで取っとけばいいんだ?全部か。テーレアの武器も取っておけばいいですか?教えてください。同じ武器の複数種類は取っといた方がいいんですか?というわけで、最低武器ちょっと今現在は圧迫してるかもしれませんけども、最低限取っておいた方がいいかなと思います。さすがにマスターランクマムタロトで既存の武器からの強化ではないと思いますよ。だったらフォローじゃないからね、もうそれサプライズですからね。何よりも、最初の、上級の歴戦をマムタロトをやってから、マスターランクのマムタロトの集会所に移動しなければいけないとか、その流れは、さすがに、人の分断にもつながりますからね。それはやらないと思うんで、ね、何に使うかわかりませんけど、とりあえず取っといた方がよろしいようで。というわけでね、ちょっとインタビューの方から私がほじくっ
ってみた内容となりました。ご参考になればと思います。それでは、イカレタコスケでした。